はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、いよいよイベントの最終目標であるむっちゃ強い暴走ヌラルヒョ、こちらのね攻略をやっていきたいなと思います。まあ結構ね、もう早い人はねゲットした人もねいるみたいなんだけども、焦る必要はありません。2週間ねたっぷり楽しんでいきたいなと思います。さあ、封印のね道の方もね順調に封印しています。さあ、暴走ヌラルヒョバトル、まだですね封印が完成したのはありません。封印0個でですね行きます。全部で6個ですね。これは結構長いぞ。そして激ムズということで、さあパーティーね、うすら影っぱで行きましょうか。そして鉱物は与えられます。ということは仲間にできる。そしてまあ嬉しいのはね、種族縛りはない。HP は半端ないですね。193万。そして攻撃も結構強い、1176。反撃がやばいんだよね。これどうするかってとこなんだけど、まあ、攻撃はまあ若干マイルドか、まあ、早めにフィーバーインして必殺技打ちまくって。でも193万か、見えませんね。どうなんだろうこれ。まあ、特殊能力持ちキャラうまく使っていくのか。いやでもね、僕ねガチャからまだガチガチゲットできていません。やられました。やっぱ反撃がやばい。攻略のヒントチェックしていきましょうか。暴走ヌラルヒョンは HP 回復、まあ、反撃とかねありありですよ。そして特殊能力ガチガチが大、幻突院長が中、幻突院長ダメージダウン大、幻突院長いいんじゃないの。ガッチガチはね、まあガチャからなんで。さあ、まずね幻突院長をゲットしてそれを使っていきましょうか。さあ、好物のジャンボパフェ、さあまずね30個用意しました。いけるでしょう多分。足らなくなったら足していく。さあ、使う妖怪なんですけども、ドクターブレイク、まあいるだけです。いるだけでちょっとねダメージがマイルドになる。そしてアタッカー、光をもたらすものルシファー、つながりやすくなる。このあたりがねいいよね。そしてクリスタルウンチクマ、使うたびにダメージアップ。 G まで打てます。そしてカッチカチですね。 Z の邪神の方です。そしてヒノシンシャドウ、これはね復活があるんで、まあ、ワンチャンあるということで入れました。さあ、前回の動画でね詳しい攻略動画は上げているんで、まあ、そちらを見てもらってねやるといいと思います。今日はですね仲間にします。さあ、なんとかね仲間にして、やっぱりこれ使っていかないとね193万削れる気がしないよねしない。もしくはガチャからガッチガチを出すか。まあでも現状 0.5% 出ないからね。さあ、フィーバーインしておいて必殺技打っていきます。2発3発かな。フィーバー中に2発、そしてフィーバー開けて1発か、まあ、フィーバー中に3発でもいいですけども、フィーバー中に3発打てば、まあ、よっぽどいけるでしょう。さあ、好物与えます。スイーツ好きかい。さあ、頼むぜ一発ドロップ。さあ、とどめ、若干削りきれない。オルシオス落ちません。やべえなこれ、落ちないパターンか。厳しいね。イベントによってねこのドロップ率だいぶ差があるような気がするんだよね。さあ、頼むぜ早めに仲間にして、まあ、ここは通過点だからね。言ってもね最終目標はやはり暴走ヌラリ、こちらを倒すためにこの院長がいるんですよ。さあ、来てくれよ。さあ、好物与えます。スイーツものすごく懐きました。さあ、来るか。さあ、とどめ、お願いします。全然落ちません。落ちる気配すらない。やべえな、頼むぜそろそろ来てほしい。
マジか。さあ2時間が経過しました。やばいよね。毎回はね勝てません。やはりガチガチがないとね、そんな楽勝っていうわけじゃないんで、もうこのパーティーでもね結構勝つのギリギリなんですよ。なのでなかなか厳しいものがある。早く仲間にして使っていきたいんだ。さああと2個、30個あったのにもうラスト2個になってしまいました。やばいっすね。どうしようか、買い足すか。お願いします。マジかい、全然落ちません。なんなの、アイテムすら落とさないぞ。どうした。さあラスト1個か。マジか。どうする、買い足すか、今日はここまでにするか。いやいや、なんとか仲間にしよう。さあ技ゲージね貯めていきます。やべえな、勝つのがギリギリになってきた。やっぱ強いよね、ガッチガチがあればね多分楽勝でね周回できると思うんですけども、現状ねガチャからなかなか出ない。僕はね確率アップでねガッチガチについては狙っていきたいなと思います。そして、まあ、今回ぶっ壊れのね追加もあるんで、だからいつガチャを回すのかっていうのがね難しいよね。さあそんなことは言ってらんないんで仲間にするぜ。さあそして鉱物ラス1、頼む、あんだけあったのに。さあ最後とどめいくぜ。お願いします。しゃあ来たー、マジか、落ちた。久しぶりにハマったよ。長い、マジか。さあ煙突委員長欲しかった。SSS ランク、これはいいんじゃないの。さあレベルねざっくり50のマックスまで上げます。さあ暴走ヌラリヒョンに対してダメージアップとダウン両方あるということで、これは頼もしいぞ。縦消しですね。そしてダメージを受けた時に技ゲージがアップする、このスキルもなかなかいいんじゃないか。さあ早速行きましょうか、暴走ヌラリ、これでもらったぜ。さあどうなんだ、 HP 攻撃はまあ表示としてはね変わっていません。193万か。さあこれで705、攻撃がだいぶマイルドになったぞ。なしの時が1176なんで、それが705まで下がりました。これはワンチャンあるか。しかし下がったから言って193万か。あとはこれどれぐらいダメージが出るのか言っても厳しいね。3カウントごとに705は相当厳しいぞ。これで煙突でワンパンできるってことはないよね。さあどうだ、おっと反撃すげえ、3472か。これはどうするんだ、攻略情報確認していきます。マジか、特殊能力を持った妖怪で移動も、とりあえずね院長ゲットしました。これでも厳しいね、さすが暴走ヌラリ。あとは封印だね、攻撃力を減らす、 HP 回復量を減らす、 HP を減らす、技ゲージ吸収を減らす、まあ、反撃、破れかぶれ院長を倒すのか。そしてお邪魔玉の数を減らす、反撃ダメージを減らすと。なるほど、行きましょうか、モテアマス行きましょう。さあどうなんだ、スペックは HP が5万、攻撃が478ということで、まあ煙突ナース持っていればここのステージでのね、まあ、特殊能力があるんで
まあ、煙突ナースはだから、まあ、今回のイベントとしては交換しておいて損はないかなっていう気はするよね。これで、まあ、攻撃がですね406まで下がるんで相当マイルド、これならまあ普通に倒せるんじゃね。さあ先ほどゲットした煙突院長もね使ってやっていきましょう。まずフィーバーインしておいて、フィーバータイム中に攻撃力アップしておいてアタッカーを打ち込んでいきましょうか。攻撃力アップが使えるってのは嬉しいよね。そして反撃も特にないね。攻撃力アップも効いている。さあ院長、まあ5万ぐらいであれば、まあ、攻撃力アップしておいて、まあ、院長だけでもいけるかなっていう気はするね。まあ一応ぶっ放しましょうか。さあ通常のカチカチ、さあこれで、あ、行きましたね。ワンフィーバーで行きました。ここはだからそんなに難しくないよね。まあ難しいっていう人は、まあ、この煙突ナースをね、まあ、4000ワイポイント高いんだけど交換して入れてやると、まあ、一気に簡単になると。さあこれでいけるか。さあ2をね封印しました。 HP 回復量を減らす。さあ行きましょう。193万は変わんない、まあ、回復量が減るだけなんで、まあどうかって言えばどうかだよね。まあギリギリで倒せる倒せないっていう時にはこの辺りの封印もねしていく必要があるんだろうけど、現状3カウントごとに705も変わんないんで厳しいには厳しいね。やはり封印はある程度進めないと厳しいか。いけるか。早めにフィーバーインして、あ、だけど反撃がね、あの3000とか反撃食らっちゃうと捕らえられないよね。反撃一発で終わるからね。そこをなんとかしたいな。最後でこれでどれぐらいいけるか。あ、でも4万6000出てるね、ダメージ。いや、まあでも4万6000出てもな、193万だからな。さあ次ドクター影村いきます。もう次々にいきます。さあ影村は HP は3万2000なんで若干低め、その代わり攻撃は高いぞ。710ナース入れると一気に下がります。426ということで、やはり煙突ナースがあるとだいぶ楽ですね。この辺りは多分問題なくいけるんじゃないかと思います。言ってもでもコンティニュー使えないんで、そしてこのお邪魔玉嫌だね。お邪魔玉が、さあ早めにねフィーバーインして、フィーバータイム中にね必殺技ぶっ放していきましょうか。ここも特に攻撃力アップが使えるんで、まあ、攻撃力アップしておいてアタッカーをフィーバータイム中に打っていけば、まあそんなにね厳しくはないかなと。まあ、あとはねこの煙突ナースがね、まあ、特殊能力があるんでいけるでしょう。さあお邪魔玉とポイント玉がむっちゃ邪魔。さあ攻撃力アップ通りますね。反撃もなしと。そして必殺技打っていく。さあ煙突ナース、さあこれでいけるか。3万ぐらいだったら多分いけるでしょう。あ、いきましたね。17万。やっぱ煙突ナース すげえな。さあミニ必殺の秘伝書ゲット。さあこれで封印2つ、300ポイント。いけるか。回復量とお邪魔玉の数が減りました。スペック的には特に変わりなしと。お邪魔玉がでも減るというか出なくなったのか。全然ないぞ。あ、でもあるね。数が減っただけか。厳しいね。依然として厳しい状況は変わらずと。いけるか。早めにフィーバーインして、あー、だけど厳しいな。やっぱり攻撃が厳しい。さあいけるか。確かさっきね4万ぐらいだったんで193万か。やはり削れる気がしないよね。さあいきます。
瞬殺です。反撃がやべえ。